これからオオサリを使って二枚貝の体の構造を調べる実験をしてみましょう。オオアサリはアサリの仲間ではなく内紫という名前の二枚貝です。これが貝の前側、後ろ側、正側、腹側です。横向きの筋が成長線です。1年、2年、3年、4年、5年ものです。拡大してみましょう。濃い筋となってやや段差のある部分がちょうど1年の境となります。このようにピンセットなどを挟んで貝が閉じないようにして、メスで今後閉殻筋の部分を切っています。後閉殻筋が切れたようです。貝が閉じなくなりました。次に前閉殻筋の部分を切ります。開けてみましょう。外頭膜に挟まれた中に足の部分が見えています。上側の外頭膜を外してさらに貝を開けてみましょう。観察しやすくするために上側の外頭膜をハサミで切り取ります。次に人体の部分をハサミで切り取ります。硬いので注意しましょう。これが後閉殻筋、前閉殻筋、足の部分です。これがエラです。これが心弁です。そしてこの部分に心臓があります。心臓の拍動を見てみましょう。1分間に15回から20回拍動しています。エラにはこのようにたくさんのひだが見られ、表面積を広げています。これが閉殻筋、貝柱です。この部分の筋肉を顕微鏡で観察してみましょう。脊椎動物の骨格筋のような発達した肛門は観察できません。心弁の部分を拡大してみましょう。心弁は3枚あり、この付け根の中央の部分に口があります。この部分が入水管です。外頭膜を突き抜けて、ここから海水を外頭膜の中に取り込みます。この部分が出水管です。ここから海水を排出します。さらに解剖を続けてみましょう。
この大きな入水管と出水管の部分を切り取ります。次にエラの部分を切り取ります。ここからこういう方向に消火管があります。消火管の部分をメスで切り開いてみましょう。二枚貝の胃の中には寄生虫とよく間違えられる緩衝体と呼ばれる細長い棒状の構造があります。この緩衝体にはアミラーゼを含んでおり、消化を助けると言われています。次に足の形を観察してみましょう。このような斧のような形になっています。二枚貝は従ってこの形から斧足類と呼んでいます。